ビクトル・タタンは、フランスの発明家。主として1870年代に重航空機の研究を行った。タティンと表記する資料もある。1876年の模型オーニソプター。1879年の大型模型飛行機。ルブルジェ航空宇宙博物館に展示されている。はじめゴム動力の模型オーニソプターを作っていたが、1879年には、 固定翼の模型飛行機を製作。これは、翼幅が1.9メートルという大型の動力模型で、機微に水平尾翼を持ち、4枚岩の牽引式プロペラを2つ備え、それらを圧縮空気エンジンで駆動する方式だった。この模型は15メートルの距離を飛行することに成功した。ちなみに、彼の実験に先行する1875年には、イギリス人、トーマス・モイが、 同様の実験を取り行い、多端のものよりさらに大型の模型を浮上させている。同時代のフランスの飛行機研究者には、ジャンマリー・ルブリ、アルフォンス・ペノー、フェリックス・デュ・タンプルらがいる。1890年代には、蒸気機関を積んだ大型の単用模型機を作った。ライト兄弟による有人動力飛行成功以降は、その水準に追いつかんとするフランスの航空会で、 応援団長の役割を務めた。タタン自身も晩連には、フルサイズ機を製作している。ただし1907年の単葉機タタンドラボー号は、飛行できず、1911年のタタンポーランアエロ、トルピーユ号も性能はかんばしいものではなかった。ABC 根本里氏、パイオニア飛行機物語、ハットシー・エイチ、キブズ・スミス、ライト兄弟と初期の飛行。 ハットエビー・アンソニー・ウィルソン、交通の歴史アレン・アンドルーズ、空飛ぶ機会にかけた男たち P106 下段より引用。アレン・アンドルーズ、空飛ぶ機械にかけた男たち、ありがとうございます。